やんちゃよライブ上手です。せいせい。ということで今日もやっていくんですけれども、今日はね、背景がベビちゃん、ベビちゃんがいるんですけど、ベビちゃんがここはみかん坊や宅でして、まあみかんさんがねちょっと眠いからって言ってるんですけど、まあ気にしないで撮っていこうかなって感じですね。あれ、ベビちゃん乗っからねえなこれ。よいしょ。倒しとくか。 OK ってことで、やっていこうと思います。みかんさん、みかんさん、うん、行きましょう。うん、あ、ちょっと、はい、まずね、このデッキね、あれなんですよ、ロイヤルデッキ、もうロイヤルデッキ、ロイヤルをぶっ詰めて、ロイヤルゴースト、ロイヤルホグ、ロイヤルジャイアントと、こいつは見習い親衛隊だけども、ね、英語ではロイヤルリクルートっていうので、まあ、ロイヤルをね、4体入れて、まあ、言うて、こいつが、この見習いとかいうやつがちょっとお荷物になるかもしれないけど、この3枚がね、OP なんで、まあ、で、この3枚、この4枚は、対空が皆無なんで、まあ、マージャーちょっとザッピ入れて、5枯渇要素もね、ここら辺ロイフグあたりで出していき、まあ、対空に強いポイズンよりも5を採用しの、まあ、安定のウッドって感じでいきたいと思います。はい。まあまあ言うて、さっきね、動画撮ってて、一回ね、勝ったんですけど、普通にこの初期不良のね、パソコンがね、2分ぐらいで動画が停止してて、普通にボツになりましたね。まあでもマルチで勝てるってことは、そういうことだから。あ、やばい、マジでもう。ちょっとね、さっきみかんさんと、俺今日、朝飯も昼飯も食わないで、マルチやってたんですよ。で、さっきクラコロ出てきて、めっちゃもう体力使い切ってね、クソ腹減ってて、で、みかんさんとね、つけ麺屋行って、そこでね、もう食いすぎて、吐きそう。一で吐く。やばい、ロイフグ。あー、ふざけんな。やばい。やばいやばいやばい。やばい、やばい、待って。ちょ、マルトでもさ、今さ、あんま防げなかったよね、きっと。初手で食らいすぎじゃね？どうなっとるん、これ。でも俺さ、延命したとってさ、絶対延命できないしさ。いや俺さ、なんなら俺見習い出したかったんだけどさ、これさ、出さないとさ。やばい、入る入る入る。だー、ふざけんな、もう。もう、もう。オッケー、これいける。ドゥドゥドゥー、あっちにエイリー使ってくれればよかったけどな。オッケーオッケー、これさ、もう、入るくね。お、ふざけん、もう、突進？ちょ、待って。そう、1体死んじゃうよ。そうなんだ。うん。お、知らんかった。一体一発入ってるし。そうなんだ。そう、一体突進入っちゃう。なかなか、あれですね。ガーベッジですね。行っちゃった。行っちゃったよ。じゃあ、ザッピー微妙ですね。プリンスに強いはずだったザッピーがプリンス弱いって。プリンスの射程が強いんだよな。それな。まあ、あれ、メレーキャラじゃない。まあ言うてる、このね、最強カードで防衛していき、トゥトゥトゥー、言うてさ、ロイジャーいるからさ、ロイジャーじゃない、トゥトゥトゥー、このプリンスミニットきつやば、もうファイボで底の毛底の毛と道を開けていく。ファイボ打ってくんねえかな。俺ロイジャー、ロイフグ隠してんだけど。いや、最初に出したわ、そういえば。ここに。やべやべやべ。やべ、これ、もうウィザードでかもられそう。死にすぎじゃね？死にすぎじゃね？死にすぎじゃね？死んだ。ふざけんな、マジで。これ、どう勝つんだよ、教えてくれよ。だーふざけん、待って待って、ボコボコやんけ、ボコボコやんけ、プリンスミニペやばいよな、やべ、やってるわさすがに、ジャイを倒しに来てる、せめてダクネぐらいで勘弁してくれ、やばいわ、
ッケーオッケー、こういう時だけな録画止まんねえからな。さっきね普通に勝った、普通に勝ったやつが止まったかな、マジで。ちょ、勝ち方が違えかな。ええって見えないんだから、見えないんだから、ええって。よし、行こう。いやー、体育ねえよ。後ろかよー、まあ、言うてみたいなとこある。こいつ射程長いから、こいつらブイン、ボ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 イン、よいしょ。あ、丸太打てばよかったな。ん？雪玉。待てよ待てよ、これロイジャイで散歩させてザッピーで打つか、それしかねえ。丸太打てばよかった。やばい。やばい、待って。いや、まだ一本でしょ。一本ぐらいくれてやるから普通に。あ、え、いいか。え、いい、大丈夫大丈夫。全然大丈夫。なんなら折ってくれてありがたいのである。こっちもこっちもやりやすくなった、折ってくれて。OK。打て、よし、よし、オッケーオッケー。これ三三セパ、八コスだもんなこれ。これ八コスだもんな。違うよな、八コスは。七コスや。七コスやな。俺は入れたんやこいつに投票を。ワイもや。だってサイバーないからロイジャイよりも明らかにロイホグが刺さる。なるほど。うん。でも俺はロイジャイを通したいんや。さすが。うえーい、アメンだこら。いたたたたたた、それは痛い。それは痛い。待って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 。いいファイボー。待ってくれよ。待ってくれよ、それは。よいしょ。おおお、いいよ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 。お、うん、このペッカ押さえて真ん中ロイジャイでいけるかな。ペッカも切って、ハンターも切ったら、もう、もうだよね。満を持して。え、めっちゃ削るやんけ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。あー、まあまあまあ、強いな。強い。ダメージやばい。やばいな。ハンスト370だったんです。370? うん。やばいね、普通に。やばい。だから今めっちゃ削ったんか。3発で1000いくもん。それな。ホーンズさん80ってすごいな。まあこれクラコロのあの80なんで、それなって言っとこう。俺今日クラコロ出て、うん、あれなんですよ。8勝0敗だったんですよ。まあまあかな。おお、なるほど。いいんだな。あ、出た、この韓国のクラ。もうこのクラ見たらスケラなんで、韓国はみんなスケラしか使わないんで、このクラ見たらスケラなんで。覚えていきましょう。よろしくと。イメージよ。マジでそうじゃね？どうせスケラだろうって言って、マジでスケラ来るから。
本当に出た格下のアイスウィズなのにファイボで死なないやつ。もうささすがにもうちょっとだけ HP 下げていいよな、3コスだからね。うん、全然足りないわけ。ここは丸太を切りたいところですが、ゴーストで、あれ消えます。トルネアイスフィーズってことはトルネの構え。え、おいしいおいしくね今の。デッキがわからん。確かに。なんだ、まあロイフグはいけるな。やばい、マジで食いすぎた。うっ、意味がわからねえ。それな、あ、ザップで全部死ぬようになった。ロイヤルリクルーツの時間になった。ロイヤルリクルーツの方がいいかな。ロイジャイ散歩しようかなと思ったんだけど、ちょっと今回ロイジャイ散歩パターンでいっていきます。いいよ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 、全然いいよ。あ、全然いい全然いい。まあ言うてゴースト持ってるんで、ファイボっていきます。ゴーストだけは切れねえ。ここでゴースト来たら三重心に構われるんで、後ろからちゃんとで、これ新鋭隊出しても三重心で構られるんで、これはザッピーですね。ティティティン、ここは行っちゃいます。えひー、ザッピー先行おいしょ、ファイボ切ったから。あー、マジでちゃんと倒してくれるよね。オッケーオッケー、あれはまあ許容しちゃおう。ゴースト持ってるけど守りのエリ足りなくなったらあれなんで、ロイジャイ散歩ディディディー、追いつかねえからお前じゃ。ディディディーそろそろ危ない。2体で、2体はちょっと危ないな。ちゃんとリクルーツしとくわ。あー、ザッピー生かしたかった。ジャッピーディディディー、ファイボ切ったんでこれで終わりだろ。さては強い、えい、ってことで今こんな感じですね。どうすかみかん坊やさん。まあまあですね。ありがとうございます。ってことでね、まあこんな感じで、まあね、ロイジャイ、全部ロイヤルデッキ、割と強い。普通に割と強い。まあ、正直、まあ、僕だったら何使ってもいいみたいなところは、どうすか。ということで、まあこんな感じで終わりたいと思います。ということで、まあね、毎日、昨日は動画休んじゃったんですけど、最近ね、毎日2本も出していって、で、まあ、動画内で、まあ別にいいかなと思うんですけど、あのね、こうちゃん、こうチャンネルのこうちゃんに抜かれちゃったんでね、また抜かし返したいなと思うんで、まあ、チャンネル登録と、まあ毎日見てくれると嬉しいです。ということで、今日はこの辺で、お疲れ様でした。